サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ、どうも、カサニマロです。どうも、リケタンのベッドと、どうも、プチタンとフチのトーです。ということで、撮影がですね、1ヶ月半ぶりということになっております。はい、そうですね、もうね、新大学院生って言いながらな、大学院生とね、社会人になってってことやね、うん。はい。どうですか、ね、1年生っていう道を歩んでるわけですけど、ね。はい。まず僕から、うん、まあなんかでも、まあ、ほんまにこの動画は別にあのためになる話とか一切なくて、マジで、もう俺らの近況報告っていう、多分ツイッターとかも結構ね、そうや、更新頻度減ってるじゃないですか、正直やっぱ、まあバタバタするのもあって、そうですね、ということでこの動画でね、報告っていうことでね、はい、まあ、はい、でもまあ忙しさ的にはまあカペラを辞めたので、うん、まあ忙しくはないんですけど、うん、やっぱね、京都大学の人たちは頭がいいな。うん、やっぱシンプルに。シンプル頭いいな。だからまあさ、なんやろ、まあ、広島大学の人めっちゃ見てると思うねんけども、うん、広島大学と比べて、どうな、京都大学。広島大学がこれやとすると、うん、京都大学はもう、この辺ですね。まあ、アンチ増えました。今ので。マジで。花岡千尋からもヘイトが来る。花岡千尋。みんな解除された今。ダメですよ、解除したら、ね。本当に。花岡千尋ぐらいのユーザーさんが一番多いんでね。悪い、なんかディスってみて。自分が花広大学。類友だから。類友だからな、ね。やっぱりまあ、違いはまああるかもしれんよね。全然あるな。もうなんか普通に英語で喋ってるんですよ。うん、なんかまず一人アメリカ人の人がいて、うん、で、なんか留学経験者が二人いて、うん、その三人が英語で喋ってるんですよ、うんうん、で、その時点で意味わかんないじゃないですか、うんうん。で、まあ普通に他の人もなんか周りで英語わかるしみたいな。うん、で、僕結構ボキャブラリー、もう本当にチンチンなんで、うん、5500前後とかしかないんですけど、単語数が、うん。まあ、普通に、ちょっと英語が雑魚すぎて、ちょっと。まあ、広島大学だったら勉強も英語できる方じゃないですか。それでもやっぱもう全然。まあ、そうだね。僕が中の下ぐらいですね。ああ、そうなんや。そうか、そうか、うん。どう？逆にさ、その研究とかさ、いっぱいあると思うねんけど、研究はね、実際どうなん、多分ツイッターとか見てたらさ、結構さ、うんうん、あ、弁当大丈夫かなって、もう心配してた人もいると思うねんけど。あ、まあ、研究か。まあ、僕は、まあ、結構、まあ、まあ昔に遡ると小学校とか中学校の理科の実験嫌いだったんで、うんうん、まあ、そんなやつ院に行くなよって感じなんですけど向いてはないなってことは、あ、そう、研究自体に好きっていう感じはないかな、うん、あんまりなんか新しいものを探求したいっていうよりは、既存のものの中で自分にとって新しいものが見つかれば、うん、それで満足かなっていう感じなんで、僕は見つかりそうな、なんか新たな道というかさ、なんか院になって逆に学部生で見つけれなかった新たな発見みたいな、なんか、うん、まあでも勉強時間が増えたんでね、うん、まあ、その分そのインプットの幅が増えましたよね。なるほどね。だから、まあ、勉強自体は楽しんで、別に1日 4,5 時間ね勉強してるんですけど、心理学とか英語とか、うんうん、ただ研究ってなってくるとやっぱね、あの順番踏んでいかないといけないですし、その心理学とはいえ実験ってのがあるんで、うんうんうん、まあそれはね、あの試験管いじってるだけでうざかったような人間は、あの大学院のがっつり研究者の研究やろうと思うと、あのだるいですね。うん、なるほどね。まあ、そこはあるかな。でも勉強は楽しいね。勉強は楽しいですね。で、今のところ、まあ、大学院のね、うん、1年生の前期ってもう、ほぼインプットっていう感じなんで、うん、うちは。まあ、そこに関しては、一旦、楽しいのかなと。なるほどね。楽しいフェーズかなと思いますね。そうか、そうか。理系のがやっぱなんか、その、俺も話聞いてるとさ、理系の院生って、ああ、そうね。そういえば特になんか、ラットとか扱ってるとかさ、うんうんうん、生物が使ってるって言ったら、すごく多分忙しいと思うよ。うん、じゃあ結構まあ、文系院生やからってのあったりするんかな、うん。やろうな。なんかやっぱ、有機物、うん、なんか科学の中でも、無機物質やったらまだ良くて、うんうん、生き物じゃないから。それなんか、有機物質とか、なんか、なんだろう。もう休日返上って感じはな。そうそうそう。理系院生な。もう、全部拘束されてて、みたいな、なんか、人権ないらしいですよ。そうか、そうか。やっぱ大学院も、あの、学部生のティーチングアシスタントしたりだとか、うん、あの、なんやろうな、その、先生のお手伝いしたりだとかで、うん、結構お金払いながら仕事するっていう、まあ、奴隷みたいな扱いを受けるので、うん、まあ、めちゃくちゃ研究が好きじゃない限り、ああ、まあ、てか、まあ、就職のためにね、なんか、院に行くとかっていうことはあると思いますけど、うん、まあ、就職のためでもないのに院に行くっていうのは、悪手かなっていうふうには、僕は思います。なるほどね。はい。めっちゃ今のが、なんか、響くな、確かにな。どうですか？俺の近況か、はい。そうやな、難しい。まあ、近況どうってやったらめっちゃ難しいねんけども。僕の方が言いやすいよね。そうやね。まあ、俺は結構その、業務の話とかもちろん一切できへんから、そうです、ね。なんとも言えへんねんけども、当たり前ですけど、ね。みんなが思ってる以上に、あの、わからん。俺の会社は、うん、の話で正直できへんけど、うんうんめっちゃ上司が優しいし、同期とかも何やろうな、結構フレンドリーやしっていうので、うんうんうん、思ったよりなんか、何やろ、なんかもうちょっとなんかさ、うんうんうん、壁みたいなのがあるかなと思うけど、はいはいはい、結構本当に、特にびっくりしたんかな、その上司が優しいっていうことかな。みんな結構ほんまにあの、まあ、吹きの塔とは言われへんけども、そう、結構優しくしてくださって、そうそうそう。
なるほど。っていうことで、そこは逆に一番のギャップやったかな。へー。なんか結構さ、まあ、バイトとかしたら結構怖い、人とか多分多いと思うよ。まあ特にさ、飲食とかって結構あるあるやと、まあ、はいはいはい。なんとも言う、なんも言われたらあれやけど、まあ多かったりするやん、正直さ。みんな結構先輩が怖いとか、うんうんうん、上司が怖いっていうのは結構まあ部活とか特にあると思うんだけども、うんうんうん、思ったより俺の中ではその社会人のギャップの中で、うん、それがなかった。みんなあこんなに優しくしてくださるんやっていうのがまあ最初やからってのもあるかもしれんけども、うんうんうん、それが一番の役に驚きあったかなっていう風に。じゃあもうザ・ホワイトワーカーみたいな感じ。そうやね、うん、うん、っていう感じで今だからまあ伸び伸びとって変やけど、うん、まあ今からもうしっかり覚えることね、うんうん、まあまだもちろん配属されてもほんまに最初の最初なんで、うんうん、覚えることいっぱいですけども、うんうん、もうこれから頑張っていこうかなっていう今は段階かな。そうね。じゃあまあお互い一旦はペーペーになったと。そうはね。いうことですね。そうそうそう。まあでも彼も本当に相当ホワイトワーカーというかね、うん、なんかいい企業で働いてますけど、めちゃくちゃ就活頑張ってたね、彼もね。まあだから、うん、そうやな、就活頑張ってよかったなっていう感じかな。そう。うん、だからもうみんなもね、就活僕みたいにね、ナメプレ8月から始めてね、なんか、なんかギリギリのところで受かんないみたいなので、なんか、京都大学の院に、まあ、別に来たかったら来ていいんですけど、まあ、就職した方がね、まあ、それは手に職ですから、文系やったらね、特に。まあまあまあ、そうはね、うん、まあ研究者になるならね、院っていうのもあるかもしれんけどね。全然ね、もう研究者になれんやったらもう院行くしかないですからね。うん、じゃあどう、事実じゃ結論として運命サイズになってますか、はい、結局は。どうやろうな、まだ分からんまだ分からんまだ分からんな、うん、そうやな、後になって分かるからね。まあそうやね、1ヶ月ちょいでちょっと運命サイズになったわっていうのはちょっと薄いかなっていう今楽しくやってますか。じゃあまあ楽しいんじゃないですか。そうやね、最初の方はね本当にね、もうなんだこれ、なんだこれクソ時期みたいな本当やめてろかと思ってましたけどねまあまあまあ、今のところ楽しいですよ。今のところ楽しい。よかったよかった。って感じですね。じゃあ多分、まあ、弁当のこと心配してた人も結構いると思うから。そうですね。そうだね。うん、かな。まあ、俺も楽しいな。てか、うん、なんかなんやろうな。うん。あ、でももう一個思うのは、うん、まあ、これ、広大生やからってのはあったかもしれんけど、うん、孤独ってやっぱ社会人に孤独なんかなって思ったりするから、ある程度。はいはいはい、はい。そう、なんやろ。大学生って結構さ、もうじゃあ学校終わりました。うんうん、飲みに行こうかとかさ、うん、サークルとか書いたらもうよくあるやんか。うんうんうん、でもずっと一緒にいるって感じやけど、うんうん、やっぱ社会人って一人のやっぱ独立した大人であるから、はいはいはい、そういう意味でなんやろうな、一人で頑張らなあかんとことか、うんうん、まあプライベートもっていうことやねんけども、うんうんうん、っていうのはやっぱ学生と比べて、そこもあったかなって思ったりはするかな。うん、そうそうそう。だからもちろん楽しくやってんねんけども、だからなんか、うん、新たになんか、吹きの塔的にはなんか、キックボクシング始めようかなと思ってて。おー、いいじゃない。そうそうそう。もうめっちゃプライベートな話やねんけど、うん、格闘技好きなんでね。はいはい、はい。っていうことで、新たな趣味を見つけようかなっていうのも、うん、うん、うん。思ったりはしてますね。まあ、か単純に、環境変わるとやっぱ孤独になるよな。うん、そうそうそう。まあ、僕も、そんな、友達おるけど、そんなめっちゃ友達と遊ぶかって言われたら、一人で勉強してる時間の方が長いというか。だからまあ、そんなもんですね。多分みんなも、それは、大学生はあんまり孤独っていう孤独を感じないかもしれない。うんうん、大学に進学した時っていうのはあんまり孤独を感じないかもしれないけど、まあ、でも何やろう。多分、今も多分、高校生の人と、コネクトしてたりすると思うので、うん、まあそれで一旦はいいのかなっていうふうに皆さんは思いますし、ね、僕も大学の友達とね、なんか遊んでたりするんで、うん、そんなもんかな。もちろんもちろん、俺もそうはね、うん、まあ同期と、まあ同期の方がさすがに遊ぶ回数今は多かったりするけど、うん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 、普通に大学の友達とも遊びますしね、うんうん、なんか一個だけ言っとくと、なんか温泉とか俺ら行くときあるやん、はいはいはい、温泉でさ、おっさんって大体一人で温泉使ってるやんか、使ってるな。俺らからしたらさ、あんま一人で温泉行くってないからさ、不思議やなって俺は思ってたんよ、ずっとさ。あ、そういうことなんかな、社会人ってっていうのは一個だけね、それで、あ、一人で温泉使うのが社会人なんかなっていうのもね、思ったりはしましたね。なるほどね。けど、ほんまに職場にはめちゃくちゃ恵まれて、うんうん、本当に何やろな、良かったなっていうのは、総じて思いますね。なるほどね。うん。なるほど。そういう感じで。うん。っていうのが、皆さんのね、キャリア選択の参考になればという思いで、ね、そんな近況報告させていただきます。ノープラン近況報告やってたよね。ということで、じゃあ、はい、終わりましょうか。終わりましょうか。じゃあね、はい、バイバーイ。バイバーイ。聞こうかもっと聞こうかも成功のよれいかなるよリンリンダンダン言われてどんどん運命は大変になる。